はい、どうも、西武所沢車両チャンネルでございます。今回はですね、あの E217 系のニュースでございます、えー。9月2日にですね、鎌倉車両センターにお行きましてですね、あの E217 系とある編成のさよなら撮影会が開催されるそうです。それですね、そのとある編成って言いますのが、 えっと、最、基本編成で、最後の量産先行車、いわゆる一時車の車両だそうです。それでですね、その、量産先行車なのが基本編成は、Y1 編成と Y2 編成の2編成なんですよ。で、もう、Y1 編成に関しましては、もうすでにもう、廃車済みでして、今残ってるのが Y2 編成だけなんですよ。 つまりですね、この Y2 編成が、あの、サヨナラ撮影会を開催するっていう形になります。確かね、この Y2 編成といえば、あの、東海道線でも活躍してた車両でもありましたよね、確か。しかもですね、その、車内にはですね、あの、特殊ななんか手すりもついていたっていうのもありましたよね、確か。 これでですね、この Y2 編成が廃車になるっていうことから、もう、この車内の手すりですか、その特徴なのがね、それがね、もう消滅っていうことになります。ちなみに付属編成はね、確かね、そういう特殊なものはついてないんですよね、確かね。だからもう基本編成だけなんですよね、この量産先行車でね、ついてるのは。だからね、これでね、もう、あの、特殊な手すりも、 見れなくなるってことになりますね。うん。でね、もう E217 系なんですけど、ジャカルタはですね、もう、あのね、インドネシア政府が認めないって言ってますので、もうね、譲渡はね、難しいってことになっております。もうね、こうなってくるとね、もう基本編成はね、東京総合車両センターか、長野総合車両センターに入場して、 でも、廃車解体になることでしょうね、これはもう。もうそれしかないですからね、これはもう。まあ、付属編成でしたら、まあ、西武鉄道に譲渡っていう可能性はあるかもしんないですけど、ただ、基本編成はね、もう、さすがにないと思います、譲渡は。残念ですけど。 だって、インドネシアがもうこれ認めないっていうことになっちゃってますからね、これはもう。だからね、これはもうしょうがないですよね、基本編成はもう全車両解体になっても。まあ、これからね、どんどん E235 系導入でね、217系はもう、どんどん置き換えになっていくことでしょう。ということはですね、あの、e、E217 系 Y2 編成がですね、あの、 ついにあの運用離脱及びに、さよなら撮影会が開催するというニュースでございました。以上で終わります。